民主化を訴えたデモ、雨傘運動の主要メンバーたちは、4月10日、デモシストという名の新党を立ち上げました。19歳の高志法氏は新党の秘書長を務め、22歳の元学連秘書長、ラ・カンソウ氏は代表のポストにつきました。香港の映画学院委員長を務める映画監督ジョキ氏は政党委員になり、立法会選挙に立候補する予定です。